ポポポポポン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 ニャそれにしてもね、今、自民党総裁選がね、まあ報道、マスコミでね、報道ばっかりされてますけども、いや、僕はでも、総裁選よりですね、まああ,のある意味、あの注目すべきなんじゃないのかなっていうのが、あの連合会長選挙ですね、これね、えー、これ、立憲民主党、国民民主党。 もう一応支持してるっていうかね、まあ、その、何ていうんですか、えーまあ、大きなあの組織票になっているのかどうか知りませんけども、えー、その連合の、ね、次期会長選っていうのが、えー、明日立候補22日の正午が締め切りなんですよね。 だからもっと明日までに、あの、誰が出るのかっていうのがですね、まあ注目されるんですけども、まあ今までの流れで行くとですね、まあ全員、あの、固辞してきてるというのが、まあ報道されてたんですよね。あの、こう、なんていうんですか、まあ一応推薦みたいなのを、 えー、役員推薦委員会がですね、推薦者、立候,候補者というのが立候補して、定期大会で無投票当選するというのが慣例になっていると、まあ、これ、えー、今月の読売が書いているんですけれども、まあ、それがですね、まあ、その役員推薦委員会がまあ打診したんですか、推薦委員会がだ打診した人たちというのがことごとく、えー、誇,示誇示していると出ないと。 えー、だからどうなのかとと。もこれで誰も出なかったら、えー、立候補の締め切りをです、ね、延長するかもしれないと。延長を要請する方針を、えー、推薦委は、方針を示したというふうに、き、ま、今日の時事通信にも書いてるんですけども、ま、これがどうなるのかですよね。あのま、なりたいという人はいて,るわいてたんですよねあの、えー。自動車総連でしたっけ、トヨタのね、 あの、じ、労働組合の相原さんという方はなりたいというふうに自分でも言ってはったと思うんですけども、ただそれはダメだみたいなその圧力、圧力はなんか知りませんけども、その難色を示した、えー、その労働組合自体がね、なんか、 職指名したみたいな報道もされてたと思うんですで結局、相原さんという方も、えー、出なかったと思う。で、有力候補っていうのが、ですね、まあのまあ、共産党とあの立憲民主党だったり、国民主党とはあの共闘するのが絶対、いや絶対かどうかは知らい嫌だって言ってる、まあ、あの旧同盟系というかね、ね民間の労働組合の,、まあ、の前線同盟の方が、ですね UA 前線の会長の方。 っていうのが有力なんちゃうかっていうふうに言われてたんですけども、この方も誇示されたと。でじゃあ誰がなるんだと。今、コーズさんっていう方がね、会長なんですけども、コーズ会長が、えー、続投っていうね、なんかそういう話も出てたり、あるいはですね、いろんな、えー、その、えー、前線、 からのなんか女,性候補が女性候補というか、役員があの次期会、女性が次期会長になるんじゃないかということも、ネットの記事で書かれてたりとかして、なんかこれは何なのかなというのは思うんですけども、まあ、それが、ですき、ねまあ、昨日毎日新聞が、ですね毎日新聞だけがですね書いてるんですけども、連合会長選に鈴木氏が立候補 立候補へと中小産別から名乗り海、改選調整難航と、えー、ということで、この全国ユニオン、全国コミュニティユニオン連合会、えー、これを全国ユニオンというみたいなんですけども、そこの鈴木武さんというか、ですね鈴木武会長がですね立候補を検討していることが19日、明らかになったと。 これまあ、ただでもの、この全国ユニオンっていうその規模が、えー、連合というのは700万人あの,の加盟、700万人がいるんですけども、まあ、その中で組合員というのは3000人、えー、しかいないと、約3000人ということで、だからその、そういうこの小規模な、ねこのまあ、非正規とか、非正規労働者らが個人加盟している労働組合ということで、 まあこのすごく小規模なそのとこからです、ね、この鈴木さんという方が立候補して、えー、他の、ね、組合とかどう反応するのかなっていうのは、あの僕気になったんですね。これ9月20ですか、昨日ですよね。でその後、やっぱ今日とか僕はちょっと注目というかですね、 この毎日新聞の報道を受けて、にそに誰かが名乗り出る動きがあるとかですね、そういうことがあるのかなと思ったら、時事通信の協論でもですね、ああのこの鈴木さんの立候補検討には触れずに、ですね連合はですね、締め切りを延長する対応も視野に入れているみたいなことを書いてるんですよね。 だからどういうふうになるのかなと。で、まあ、この鈴木さんという方は、は鈴木会長という方は、やっぱツイッターとかでもね、フェイスブックともやってはってですね、まあやっぱりこう、非正規とか、まあ、小規模っていうこともあって、やっぱり、あよう頑張ってはるなという感じはするんですよね。やっぱ他の、やっぱ労働組合っていうのは、やっぱ大きすぎてですね、やっぱ僕らとやっぱ感覚がだいぶ違うなと。 えー、いうのが、僕はやっぱり、まあ、これまでの野党への対応もそうですけども、まあ、原発問題、原発ゼロということすらですね嫌だって言ってしまうこの連合っていうのは、何なのかなっていうね。 やっぱり僕は有権者というか国民との,そのなんか意識というのをかけ離れているのが僕はこれが野党にとっての足かせになっているというかねやっぱ河野太郎さんすらですね原発はどうなんかと言っているのに自民党のねそれを野党がこう正面切って思い切って言えないというのはやっぱ連合とかの影響あるのちゃおうかなと思うんですけどもまあこの鈴木さんがね真下正午までにあの立候補でき たらですねこの方で決まるのかと、まあというと、まあそうかん、連合の規約とかというのもなんかちょっとネットにはアップされてるんで、ちょっと読んでみたんですけども、も、まあ、一応、承認されればねこの、まあ、無投票で当選するということもありうるのかなという感じもするんですけど、もねただでもこれがあのなんか信任投票みたいなことになって、それで当選しないということもありうるのかなと。 だから明日、明日のその立候補、鈴木さんが立候補、もしされたとして、届け出たとしてですね、まあそれで決まるのかどうかと。でまあ、決まるのは2週間後なんですかね。2週間後の10月、えー、6日の定期大会で決まるんですかね。 と、えー、ということで、まあ、こうそこまでに、まあ、いろんな、ね、どういうふうな動きがあるのかなと、まあ、ある意味、総裁選よりこう野党がどうなるかという意味においてもです、ね、総裁選より僕は、まあ、エキサイティングというか、すね面白いかなというのは、僕は思いましたけどもね、うんただでもこの小規模な全国ユニオンということなんですけど、3000人しかいないということなんですけども、これ、15年前ですかね。 15年前に、あのこの全国ユニオンのあの代表の方っていう女性、この方は女性だったんですかね、女性の方が出はったときに、でこれ、前線同盟の方との一騎打ちになったんですかね、なんかね、予想がなんかウィキペディアに書いてるんですけども、えー、その時は前線の会長の方と、えー、この、 ユニオンの会長の方ということなんですけど、前線の会長の方は、323、え、票、ー、取ったのに対してです、ね、こ全国ユニオンのこの会長って小規模やのに107票取った四と、えー、472票のうち323が前線で、えー、この全国ユニオン,ニオンの方、107票取ってるということで。だから 意外とすごいなっていうかね、いやそういう意味でもあの注目かなと思うんですよね、だから、あの小さいからバカに、バカにというかね、バカに全然できないなっていう、まあ、そういう展開もありうると、まあ、それはやっぱりその連合っていうのが、その民間労組系と、えーそのえー 観光庁の労組というんですか、ね、まあ、自治労と、えー、自治労の総評系というのと、民間までの旧同盟系というんですかね、えーまあ、それが前線とか、まあ、そういうことになると思うんですけども、まあ、だからその、ひょっとしたら総評系の票が入っているのかね、まあ、僕は全然そういうところは分かりませんけども。 まあだからそういう意味でも注目かなと、いやひょっとしたら、無投票で再選ということも、無,無投票で当選ということも、この鈴木さんという方がありうるのかなという意味では、注目かなと。 で、まあこれをね、まあ、ネットでもちらっと見たら、この社民党の副党首の方が注目してたり、まああと立憲民主党のね、小川淳也さんとか、えー、他いろんな方ですかね、えー方も、まあ結構鈴木さんの立候補は歓迎してるみたいでね、そうなると僕は野党共闘とかね、今後にとっても、あの、良くなる可能性はあるんじゃないのかなっていう意味ではですね、この鈴木さんに決まったら、 それはすごいことだなと思うんですけどもただ、他のの、ね、労働組合が、えー、黙るのかねあのしぶしぶ鈴木さんでいいかってなるかどうかっていうのはちょっとわからないかなっていう感じはしますけどもねチャンネル登録よろしくね。